もう連休が始まっておりますけれども、皆様、さまざまなご計画をお持ちと思いますが、一言メッセージを送らせていただきます。ご案内のとおり、政府は4月25日、感染拡大が継続しております、東京、大阪、兵庫、京都の4都府県を対象地域とします、3回目の緊急事態宣言を発出いたしまして、 飲食店などに加えまして百貨店やショッピングセンターなどの大規模な施設に休業を要請するとともに不要不急の外出・移動の自粛を国民の皆様に呼びかけました県内におきましても感染者数の増加が止まらず4月の感染者数は本日公表分までで852名の方に上っておりまして 月別最多を更新示した本州も例外ではございませんで4月だけで5件のクラスターが発生するなど依然として予断を許さない厳しい状況が続いております昨日4月29日からゴールデンウィークが始まりましたが大人数での飲食を伴う会合や感染拡大地域への往来など人の移動が活発になることにより 今後、さらなる感染者数の増加が懸念されております。加えて、強い感染力を持ち、関西で猛威を振るう変異株 N501Y の割合が、県内においても徐々に高まっており、さらなる感染対策の徹底がもっと必要でございます。そこで、市民の皆様にお願い申し上げます。緊急事態宣言が発令された地域や、 まん延防止等重点措置が適用された地域などの感染拡大地域への旅行や帰省等の復旧の往来はお控えくださるようお願いいたします。ぜひ、どの地域が指定されているかご確認ください。また、会食をされる際には少人数でマスク会食、座席の斜め配置、飲食中の会話を控えるなど、 感染リスクををを下げながらの会食おお楽ししみくださる工夫をお願いいたします郡山市といたしましては、一日も早く通常通りの社会活動が行えるよう、郡山医師会をはじめとする関係機関、団体と連携して、早期のワクチン接種を進めており、4月26日から28日にかけまして、 8,785人の方のワクチン接種の要約を受け付けたところでございます。全国で接種が進み、集団としての免疫が獲得できるまで、皆様お一人お一人の対策とともに、互いに支え合うご助でこの難局を乗り換えてまいりましょう。ご自分のため、ご家族のため、そして隣人、友人、同僚の命と生きる権利を尊重するため、 引き続きご理解ご協力をお願いいたしますどうかこれをお守りいただいた上で楽しいゴールデンウィークをお過ごしください令和3年4月30日郡山市長品川正人ありがとうございました